ヒカキン TV Every Day。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。皆さんギザ銃って知ってますか？多分知ってると思うんですけど、ギザギザの10円玉のことです。僕もちっちゃい頃からね、こう家族が貯金箱に貯めてたりして知ってたんですが、ここ最近全然見ないなと思ってたら、財布の中にね、たまたま2枚入ってたんですよ。ちなみに僕の財布に入ってたのはこの2枚なんですが、ほらこんな感じ、10円玉なのにギザギザしてるんですよ。はい、ちゃんとこれ10円玉ですからね。ほらで、確かなんですけど、ものによっては、10円以上の価値があるとかないとか、ちょっと調べてみます。500円とかだったら速攻で売りに行きますけどね。まあそんな行くわけないよね。あった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 、おおおおお、ちょっと待って、昭和26年のやつが50円、昭和32年が80円、昭和33年が100円、昭和34年が50円、昭和61年が50円の価値があるみたい。僕のやつは昭和27年と28年。チーン。あ、他のページにもちょっと書いてある。昭和27年と昭和28年の10円は12円の価値があるそうです。やったー、2つ売れば4円儲かるぞ。いやー残念。いや、やっぱりそう甘くないんですね。ただ普通にね、気づいたら財布に入ってた10円が、10円以上の価値があるって、なんかちょっと嬉しいですよね。もうこれはね、財布に戻すと間違えて使っちゃうんで、貯金箱に入れておきたいと思います。皆さんもギザ銃とか見つけたら取っといた方がいいかもしれませんよ。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はビンモン、じゃんけんポン、バーイ。私ヒカキンの Twitter、LINE、Instagram、Vine、ツイキャス、Facebook、その他ヒカキングッズや他の YouTube チャンネルも動画概要欄のリンクからご覧いただけます。そしてこのヒカキン TV では私ヒカキンにやってほしいことを募集中。概要欄のリクエストフォームからぜひ。最後に画面下のチャンネル登録ボタンを押して、ダラク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 。